動画をご覧いただいてありがとうございます。日本製品不買運動の効果に歓喜の韓国、日本は礼儀正しくなったというテーマで今日はお送りしていきたいと思います。最近の日本はですね、礼儀正しくなったと韓国のメディアが報じて、話題になっています。その理由は不買運動によって日本の自動車輸出が激減しているからではないかと、これはひとえにですね、日本製品の不買運動が効果を表したんだと韓国のネットユーザーは、喜んでいるようですね。コーヒーとお水でそこまで喜んでもらえるとはですね、よっぽど冷遇されてきたんですね。はい、ということで、記事を見ていきたいと思います。記事はレコードチャイナからになります。2019年12月18日、韓国ソウル新聞は、ここ最近になって日本の態度が礼儀正しくなったとして、その理由が自動車の輸出急減にあるのではないかと報じた。日本の輸出規制強化措置をきっかけに、韓国社会に日本製品不買運動が拡散した影響で、先月の日本車の韓国への輸出は急減した。日本財務省が同日発表した11月の貿易統計速報値によると、韓国への輸出額は前年同期に比べ 17% 減少した。3896億円となった。品目別に見ると、自動車の輸出額は15億6200万円で、前年同期比 88.5% も急減。減少幅は10月の 70.7% よりさらに広がったと。これを不買運動の影響と見るのか、韓国の景気が良くなくて、車が買えない状態になっているのというふうに見るのかは、どっちなんでしょうね。はい、どっちもありそうな気がしますけど、はい、続いていきたいと思います。月別の輸出額は、6月が4611億円、7月が4360億円、8月が4226億円、9月が4027億円、10月が3818億円で、7月の輸出規制措置強化措置以降、徐々に減少していたが、先月は5ヶ月ぶりに小幅ながら増加に転じた。また、前年同期比も10月の 23.1% に比べ、先月は 17% 減にとどまった。ただ、韓国輸出減少の影響で日本の11月の貿易収支は2ヶ月ぶりに赤字に転じたというと。小幅ながら増加に転じているっていうところがちょっと気になりますね。もうちょっと不買頑張ってもらわないと。はい、続いていきたいと思います。そうした中、日韓両国は今月16日に第7回輸出管理政策対話を行った。記事は、今年7月の会議は日本側が一杯の水も準備せず倉庫のようなところで開かれ、挨拶もなかったが、今回は雰囲気が大きく変わった。日本側は水とコーヒーを用意し、韓国代表団の到着を立ったまま待っていたなどと説明。その上で、日本側がこれまでと異なり礼儀正しい態度を見せていたのは、輸出激減と関連があるのではないかと分析していると。すごい分析ですね。たった水とコーヒーだけでね、そこまで、喜んでもらえるとは。はい、じゃあ、あと飴とお菓子とかも出してあげればよかったですね。はい、続いていきたいと思います。これを受け、韓国のネット上では日本製品不買運動の効果だと喜ぶコメントが多数寄せられている。一方で、韓国への自動車の輸出依存度はそれほど高くないから、日本側はそんなに気にしていないんじゃないかな。日本は貿易制裁の撤回などしないだろうし、態度が変わっただけで外交的に勝利を収めたと思わない方がいいなど警鐘を鳴らす声も上がっているというふうに記事は伝えています。いやー、どうなんでしょうね。
これで勝ったとか負けたとか、そういうね、判断をするっていうところが、やっぱりこう、国民性なんですかね。日本に負けたくないというか、まあ日本に負けてないと思ってるんでしょうね。だから、なんかこう、他の国から、まあそういう輸出規制みたいなことをされると、頭にくるんでしょうね。うん。まあ、そういう、しょぼいところで小競り合いをするっていうのが、国民性なんですかね。うん。そこじゃないと思うんですけどね。はい。ということでですね、今日は、まあ、日本製品不買運動の効果が出てきたと。まあ、今更っていう気もしますが、まあ、それで、日本が礼儀正しくなったんだと、いうような記事がありましたので、お伝えしてきました。皆さんは、どのように思われたでしょうか。まあ、そのあたりをですね、コメントの方にどんどん書き込んでいただけると、ありがたいと思います。ただまあ、ちょっと過激なコメントは控えていただきますようにお願いいたします。ということで、今日の動画はこの辺にしておきたいと思います。最後までご視聴いただいてありがとうございます。よろしければチャンネル登録、高評価、皆さんのご意見、コメントをどしどしお待ちしております。ベルのマークのクリックもよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。